ていうことで皆さんこんにちは、霊夢です。この動画は多分このチャンネル最後の通常動画だと思います。まあ良ければ見ていってください。今回は今シーズンほぼ初見で動画ハントプレイしていきます。実はさっき配信で初見プレイをしてきたけどな。言うのが遅れたんですけど、10万人突破しました。登録してくれた皆さん本当にありがとうございます。次は登録者20万人目指して頑張っていきます。降りる場所はもちろん新マップですね。目標はミシックビクロイです。このチャンネルももう10万人か。始めた頃はまさか10万人いけるなんて1ミリも思ってなかったぞ。皆さんありがとうございます。なんならアンチにも感謝してますよ。もはやここまで登録者増えたのアンチのおかげですからね。アンチに感謝するのも変だけどアンチありがとうだぜ。さすがアプデ直後新マップに敵がたくさん集まってますね。あとこの撮影メンバーの一人、スシマクロってやつがいるんですけど、そいつ最近登録者1万人突破したんだよね。さすが俺の弟子だ。弟子なんかい。まあ10万人目指してるらしいのでチャンネル登録してあげてください。そうそうこの岩ね。この岩掘るだけでめっちゃ資材増えるからおすすめですよ。あ、ちなみにこの新ショットガン正直言って弱いらしいです。なんと言っても弾が3発しかないからな。ワープできるやつ強すぎてくり。あと今シーズンがクソって言われる理由は、デウスの雷を持ってる敵に出会うと無理ゲーだからですね。はい。パーティープライベートにしてるはずなのにめちゃくちゃ入ってくるな。これアプデ直後だからバグ起きてるかもな。っていうことでめちゃくちゃ強い新ボスを動画ハントリンチして認知にしていきます。わざわざインクマなくていいから。正解に手を出せんっていうものが、俺が倒していくんだな。ちょっと何言ってるかわからないけども、ミシック奪っていく。野良にいたらうざいランキング第4位。メダルの効果を見ていきましょう。霊界を移動しよう。時間経過でアンダーワールドダッシュの使用回数が増え、素早く移動できるようになる。マップで自分の位置が公開される。素早さの極意だねー。一発の重み DMR。早速あだ名をつけていくねー。シールド割られて焦ってる敵さん大丈夫ですか？実は今すごいラグって初エイムだしマジでエイムしづらいんですよ。言い訳の神やん。平均ショット。そこをダメで倒れちゃうか。初動で激闘したんだろうな。よいしょー。っていうことで4キル達成です。このマッチでのキル数目標20だからねー。味方のリブートを拾いに来ました。ワンパン。ワンパンできると気持ちいい定期。こっちにも僕がいたね。まあミシックに超持ちたいから倒すんだけどね。生命力を奪ってくるタイプの敵キャラは結構強いよ。こいつを1ダメも食らわずに倒す方法募集中。スシマクロが倒しましたね。スシマクロ最強、スシマクロ最強、スシマクロ最強、スシマクロ最強。何言ってんだこいつ。スシマクロの彼女になりたい人はコメントしてくださいね。これは高評価した人のエイムが出たね。そんなこと言うのはスルーした人の実況者だな。おお、羽を持ってるねー。この羽めっちゃ強いよ。強いんだな。やばい、スルーした人のエイムが出た。スルーした人の実況者はスルーした人のエイムじゃない？よいしょ。ごめん俺ストームアレルギーなんだわ。こいつストームダメージ一発食らったら死ぬと勘違いしてます。どんな勘違いだよ。VS チームサトル5条。ハイグラ取ってる俺が有利。いや領域展開はだるいって。ここはアンチだよ。佐藤ゴジョルと戦うよみんな見てて。ちょっと誰かわからないけども、戦ってください。はい、終わり。みんなすごいから見て、これ前みたいに小道具に変装できるんだよ。多分前シーズンなかったから戻ってきたのかな？スルーした人のエイム。クソやんけ。自分でクソって言うな。
このサブマシンガン中華製かよ。その言い訳懐かしくてクリ。なんかヤバいやついるって。こういうやつは壊しちゃえばオッケー。編集早そうなスキンでクリ。めちゃくちゃ炎上してますやん。ジップライン乗りながら建築できるのか。ベテランかよ。じゃあなんかいい感じの BGM が流れてきたし、倒しに行きますか。そんなとこで何をしてんの？後ろがラーキだね。じゃあ最強の入り込みしちゃいますか。いっけー。もうすでに倒した敵の仲間が捨ててくり。炎上ウキアンオスオス。このショットガン弾3発しかないのに、リロードの時間長すぎじゃねーか、と思ったら、動画班が羽で倒してましたね。この羽実は武器だったのか。ということで、格殺が入って僕たちを除いて一人になりました。これは格殺性演出で困りますわー。ちなみに今18キルだから目標の20キルは無理です。そのブースの雷も撃ってる間は動けないんだよー。ってことでご視聴ありがとうございました。これから登録者20万人頑張っていくので、よろしくお願いします。あとこのチャンネルでの通常動画は多分最後になります。詳しいことは今度話す。ってことでバイバイ。